こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、できる他人をやっているキレのある指示大公開パート2ということでね、やっていきたいと思います。前回に引き続きね、ご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございます。感謝しています。っていうのもですね、シリーズものって結構再生回数下がっちゃうんですよね。パート1見た後に興味がなかった人ってパート2って見ないじゃないですか。だからシリーズものが続けば続くほどどんどん再生回数って落ちていくんだけれども、再生回数よりも本当に大事なことを伝えたいって思いがありますので、こうしてね、動画をね配信してるんだけれども、これをご視聴いただいている皆さんがおられるので、宮沢優衣教育研究所が存続できているっていうね、今これをご視聴いただいている皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございます。皆さんの大切な時間がね、無限にならないようにいい動画作っていきたいと思いますので、よければ最後までご視聴ください。すいません、じゃあ本題の方いきたいと思います。子どもたちがね、あんまりダラダラして動かないということあると思うんですけども、そんな時に先生がね、きちっとこうビシッとね、分かりやすい指示をしていくことで、子どもたちの行動変容が促されるっていうことがあると思うんですね。で、前回なんですけれども、分かりやすい指示をしていこうよっていうのを第1章でやったわけですね。指示の基本ですね。具体的にはこちら、活動内容を伝えた後に順番伝えて、で最後活動終了後の動きも伝えていくといいんですよ。おまけとして、質問を受けるね、時間をきちんと設けましょうねっていうね、この3種類の指示プラス1ということでね、紹介させていただきました。で、今日はその続き第2章なんだけれども、動きの質を上げる指示っていうね、この子どもたちの行動変容を起こした後、その変容をぐっと質を上げていく、そんな指示をね、一緒にこう考えていきましょうってね、そんな話でございます。目次はこちら、全部で4本柱です。1つ目が指示を分解して伝える、2つ目が比喩を使う、3つ目が数字を使う、で4つ目が裏技でございます。この4つ目ね、とっても面白い動きの質を上げる指示になっておりますので、よければね、お楽しみにご視聴ください。さあ、1つ目のね、指示を分解して伝えるっていうことなんですけれども、例えばですね、分かりやすいのはこんな指示をする先生方多いと思います。子どもたちがね、整列してる時にこうざわざわざわとしてるんで、気をつけって言ってね、こうビシッと、そういうこう指示をする先生も多いと思うんですけれども、この気をつけっていう言葉でね、まあ、基本的に子どもたちの多く8割9割はね、ちゃんと気をつけしますよ。でも中にはですね、その指示だけじゃ気をつけができない子どもっていうのがいるわけですね。この子どもたちに対して先生がこうイライラ来たりですね、ちょっとこうなんでうまくいかないんだろうって悩んじゃったりするんだけども、こういう場合にはですね、その指示を分解してきちんと伝えてあげるっていうことが大事ですね。例えば気をつけってこの4文字の言葉だと、何をどう動かしたらいいのかわからないわけですね。例えばそれを分解して伝えるとこうなるわけですね。中指、手の中指を皆さんのズボンの横のライン、ちょっとごめんなさい、今映らないんだけども、映んないんだけど、ズボンの横にライン走ってますよね。そのラインと中指をピタッと合わせます。まずこれが一つ目大事ですよ。続いて足のかかととかかとね、ちょっと足映んないんでね、これかかと、足だとして、かかととかかとをピタッとつけるんですよ。これ二つ指示出すわけですね。で、最後、相手を見るんですよ。この三つをきちんと揃えることによって、気をつけという状態ができるわけですね。さあやってごらんって言うと、みんながね、ビシビシってね、やるわけですね。こんな形で気をつけができる。で、他人の人はこういうわけですよ。次からは気をつけしてくださいとか、気をつけとかっていうようなね、そんな指示を出すんで、この3ポイント、きちんと自分でね、やるようにするんだよっていうふうに言うわけですね。そうすると子供たちは入っていって、次からは気をつけっていうだけで、きちんと気をつけができるっていうことになるわけですね。このように、最初の指示っていうのはね、具体的に丁寧に分解して伝えてあげると、子供たちの行動が一層変容していくんでね、よければやってみてください。いろんなところでね、これは転用可能だと思います。で、2つ目の比喩を使うということなんだけれども、例えば早く移動をしてほしいときにね、早く移動しなさいっていうね、そういう指示をする先生も多いと思うし、僕もね、そんなすることあるんだけども、なかなかこれもね、早く移動しなかったりするわけ。そんな時に、ちょっと直感的にね、比喩を使って子供たちの想像力をかき立てながら行動変容を促していくってね、そんな方法があります。例えば、素早く移動してほしいんだったら、素早く移動するような感じで、チーターのように移動しなさいとかってね、そんな指示をするわけですね。ちょっと幼稚かもしれないですね、チーターのようにっていうとね。じゃあ、こんなんどうでしょう。小学校の、そうですね、高学年とか、中学
生のやんちゃな男子とかの中に車が好きなね、子供がいたりします。でその子供がダラ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 動いてるんだけども、その子供に向けてですね、まあ焦点化児童生徒っていうことでね、学級全体には指導するけれども、こんな感じの指示はどうでしょうか。ランボルギーニのように早く移動しなさいとかって言ったら、ウィーンってね、移動する子供も中にはいるかもしれません。こんな風にですね、子供の想像力をかき立てるような直感的なね、比喩を使った指示っていうのが結構効き目があったりするんですよってことです。他にも例えば静かにしてほしい時なんかね、あの忍者のようにとか言いますよね。忍者のように歩きましょうとかね、こう抜き足、差し足でみたいなね、そんなもんね、小学校低学年とか中学年ぐらいだったらね、全然いけるんじゃないかなと思います。高学年、あるいは中学生にはね、ちょっとこの比喩を使ったっていうのは幼稚すぎて難しいっていうのもあるかもしれないけども、先生とのね、あの信頼関係がね、十分できていたら、これ素直に受け取ってくれる場合がありますんでね、ぜひね、高学年やね、中学校発達段階が上がってきた子どもたちに対してもね、トライしてみてください。続いて3つなんですけれども、数字を使うっていうことですね。例えばその辺にゴミが落ちてるとしましょう。でこういう指示をするとですね、あんまり子どもたち拾わないですね。ゴミを拾いましょう。この指示はあまり子供たちね、拾わないんですね。ダラダラダラと動くわけですね。で、もっといっぱい拾ってほしいから、じゃあ続いてこういう指示をするわけですね。ゴミをいっぱい拾いましょう。いっぱい拾わないわけですね。これでね、こういう時には数字を使うっていう指示の方法がありますよね。例えば、ゴミを10個拾いましょう。っていうと、子供たちは、あ、10個か、めんどくせえな、と思いつつも、1、2、3って、ちゃんとね、拾うわけですね。これ、ゴールが見えてるっていうところの安心感があるかもしれませんね。皆さんも、例えばね、仮に 42.195km のマラソン大会に出た時にね、頑張れる、まあ、頑張れないかもしれないけど、頑張ろうと思うんだけれども、ちょっとゴールテープがどこにあるかわかりませんっていうマラソン大会に出たらどうですか？嫌になっちゃうと思いますね。もうかなりきついですよね、精神的にね。子供たちもそうだと思います。きちんと数字に表すことによって、安心感が出てくるっていう、そういうことになるわけですね。ゴミを10個拾いましょうとかってことです。さあ、いよいよね、最後目次の4つ目、裏技というところに来ましたけれども、これはですね、数字を使う指示に非常にこう似てるんだけれども、キリの悪い数字を使うっていうことなんですね。これどういうことかって言ったら、さっきのゴミの例でいきましょうか。ゴミを10個拾いましょうって言うと、多くの子供は10個きちんと拾うんですよ。ところがですね、クラスにね、3人4人ね、もうちょろまかす。適当にね、はい、拾いました、みたいな感じで、ね、10個とも数えることもなく、超適当にね、やる子供がね、いるわけ、こう、なあなあにしちゃう子供がね、そういう子供に対して有効なのが、あえてキリの悪い数字を使うということですね。例えば、ゴミを8個拾いましょうとか、ゴミを13個拾いましょうとかっていうと、13かっていう形でね、こう拾い始めるということがあったりするわけですね。あとね、注文とか片付けの時もそうですよ。30秒以内に皆さん片付けましょうね、よーいスタートってやると、多くの子供は急いでやばいやばいやばいって形で片付け始めますが、中にはですね、こうシャに構えたりして、ね、こうダラッとするようなね、子供がいたりします。そんな子供に対して霧の悪い数字で片付けを促すと、結構ね、動いたりするんですね。例えば30秒で片付けましょうってさっき指示をしたところ、それでは皆さん今から32秒以内に片付けてくださいね、よーい、スタートみたいな形でね、やるとダダダダダって動くんですね。おかしいですよね。30秒より32秒の方が制限時間長くていっぱい時間があるのに、30秒よりも32秒の方がたくさん急いでね、早く片付けようとする、これちょっとおかしな話なんだけれども、実際そういう風に動くっていうことですね。これおそらく理由、根拠はちょっとわからない、専門的なことはわからないんだけれども、30秒より32秒って言われた方がより想像力がかき立てられる、圧迫感とか切迫感、今すぐやらなきゃやばいっていう、そういうこうリアリティがあるっていうね、そんな感じがしてくるんだと思われます。こういうようなね、キリの悪い数字を使っていく指示っていうのも、子どもたちの動きの質を上げていく上で非常に効果的なので、ぜひトライしてみてください。ただしね、今日ご紹介した4つの動きの質を上げる指示なんだけれども、1つをね、こう多用し続けるっていうのはダメだよね。だから忍者のように静かにしましょう、忍者のように静かに歩きましょう、忍者忍者忍者って言ったらね、途中で嫌になっちゃうし、慣れてきちゃうしね、いろんな方向から刺激を与え続けていくっていうことが大事なんで、一つにね、こうフォーカスしてやりすぎるっていうのはちょっと気をつけてね、やっていきましょうねって、そんなお話でございました。いかがだったでしょうか。今日はね、できる担任をやってるキレのある指示大公開パート2っていうことでね、やらせていただきましたけれども、子供たちの動きの質が上がる指示っていうね、そんなお話でございました。多分ね、皆さんもなんかこう感覚的にね、使ってるものはね、多かったんじゃ
ではないでしょうか。こうして改めてね再確認していただくことで、またね明日からの学級経営に役立てていただけたら嬉しいななんていうふうに思っています。いつもいいねやコメントいただきありがとうございます。とっても嬉しいです。励みになっております。もしもこの動画が面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただいたら、ぜひいいねとかコメントいただけたら嬉しいです。またチャンネル登録をお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。目指せ10万人ということでね頑張っておりますので、あと残り8万7000人ぐらい達成できんのかな、本当絶望感漂ってますけれども、それでもね僕は前に向かって頑張っていきますので、よければね応援の方よろしくお願いします。最後宣伝させてください。宮沢優衣教育研究所なんですけれども、研究所メンバーシップというものを行っております。毎月月に10本ほどですね学級経に関するプレミアムな動画を皆さんにお届けしているんですけれども、すでにこの研究所メンバーシップにご登録いただいている皆さんが350名ほどいるんですね。とっても嬉しいです。ありがとうございます。で、大きなお知らせなんですけれども、今日までですねこの指示の動画シリーズ化してパート1、パート2とやらせていただきましたけれども、最後のパート3、子供の頭に入るキレのある指示っていう、この最後だけはですね研究所メンバーシップ向けに明日です、水曜日明日配信させていただきたいと思っておりますので、このシリーズ1、2、3最後セットでね視聴したいよっていう方はですね、ぜひとも研究所メンバーシップにご登録ください。よろしくお願いします。最後の最後、皆さんからのコメント紹介して終わりたいと思います。とうこ小屋さん、読み方合ってるのかな、めっちゃいい声してるよね丸ということでありがとうございます。そうかな、ちょっと照れるんだけれどもね、とうこ小屋さんありがとうございます。とっても嬉しいです。それでは今日はこの辺でありがとうございます。バイ。